本当に大きな2019年以来の3連勝、怪我人は非常に心配ですが、西野翔太選手をはじめとした出番を待ち望んでいる選手たちがやってくれるはずです。翔太頼むぞ、今日はひとまずナイス勝利、暫定5位浮上ですということで、いやー皆さんもご存知の通りですね、3連勝しましたね。北海道コンサドーレ札幌 VS 京都サンガ FC 戦で2対1の勝利、クラブとしては2019年以来ですね、3連勝いたしました。これはね、まあ、4年に一度ワールドカップレベルのね、まあ、喜びがあると思いますけれども、まあ、一方でね、ちょっと後半特に怪我人が増えましたね。特に田中俊太選手が負傷退場した時はかなり心配でしたね。今までね、数少ないフル出場の選手でしたので、まあ、かつね、あのポジションの代わりを務まる人はあまりいないなっていう感じなので、まあ次節以降ね、何事もなく戻ってきてほしいところですけど、まあ、今のコンサドーレね、怪我人も多い一方で選手層っていうのもね、しっかり厚いので、今出れてない選手が出れるチャンスでもありますので、そこは期待していいと思います。その道があるところに道があると思いますので、おお、小泉公文出たな、新次郎公文出てるけどな。いや浅野選手ね、やっってくれましたね。ちょっと前半だけを見てるとまだかまだかって感じでね、ちょっとうずうずしてましたけど、やっぱり後半あそこでしっかりね決めたっていうのがね、本当に、ね、札幌に来てくれてありがとうっていう感じでした。まあ、皆さんの期待も大きかったと思いますが、しっかりそれに応える。まあ、今までねそういうタイプの選手まあいましたけど、今はね浅野選手かなと思いますので、本当にねなんか本人も良かったですよね、札幌に来てね。インタビューも面白かったし、何よりキャラクターが非常に面白いので、まあ、そういう意味でもね札幌をチームとして、ね、盛り上げていってほしいなと思います。今後も2得点じゃ満足しなくなりつつあるミシャジャンキーそうですね、前節が湘南に4得点、前々節が FC東京に5得点、その1個前は鹿島に0得点でしたけれども、さらにその1個前が横浜市に4得点なので、得点取ってる試合は全部4点以上っていうね、まあ、そういうのがあったんですけれどもね、まあ、でも今回もね2点言っても取れてますからね、ちょっと少ないなって錯覚に陥ってはいますけど、まあ、これでもね十分かなとは思いますけどもね。でもなんか昨日の試合見てる感じ、2点以上入ったなって気がしなくもないんですよね。入ってないですけどね、惜しいシュートがやっぱいっぱいあったからね。でも本当に今シーズンの金子拓郎選手の右サイドからの攻撃は札幌にとってのストロングポイントですね。カットインのイメージが強かったけど、今季は縦で勝負しての利き足ではない右足でもこれだけ得点を生み出してるってことで、逆にカットインも今後しやすくなってくるし、相手は対応できないです。本当にそうなんですよね。もうここ最近の金子選手ってかなりドリブルのバリエーションが広がったなって思います。まあ、利き足は左なんですけど、カットインして右でクロス上げてっていうのがあったので、そうですね、相手もどっちに来るかっていうのがね全然わかんないので、金子選手、まあ、研究されてるとは思うんですけど、それでもね欺いてくる素晴らしいプレーだなと思います。なんかねサポーター的にもね、金子がそこ抜いたらもう入るなみたいな、点入るなみたいなね感じ、期待度ってねかなり毎試合高くなってきてると思いますね。金子が右足上げるときはファーに菅ちゃんがいて、ニアに小柏で、真ん中に浅野がいて、その後ろにね青木とか誰かがいるっていう、その構図パッとも思いつきますもんね。俊太はちょっとひねっただけ、大げさですって。キャプテンも大丈夫、川で冷やすみたい、ババちゃんが少し心配、大悟が言ってましたよ。川で冷やす、何川やろな、石狩川かな。まあ、西大悟選手がね直後に YouTube ライブをね YouTube チャンネルでしてたんですけど、その中でこのような発言があったようです。私も見ました。まあ、とりあえずねキャプテンは負傷交代はしてないので、まあ負傷交代といえば負傷交代なんですけど、負傷してそのまま交代というわけじゃなくて、まあ、前半のハーフタイムで交代ということだったので、まあ最後もね大丈夫そうでしたけどね。まあババ選手も実は最終的にはあのベンチに戻っては来てました。で俊太選手だけちょっと姿が見えなかったんですけど、まあこれによるとねひねっただけって書いてあるので、さすがにねまあ大丈夫かなとは思います。次節も普通に出てくれるかなと思いますので、いやここは本当に良かった。まあ特にねスタメンで今出てる俊太と宮沢はねいなくなったら非常に大変でしたから、まあキャプテンもね今頃石狩川でね足を冷やして直してると思いますので、また次節もね元気に戻ってきてほしいなと思います。単独トップに躍り出たか、これ警告数ですね。1位新野拓磨、警告数5枚、これイエローカードの数ですね。あ、2位は3人いるんだ、東、車や小田、宇佐美も4になったかな。にしてもこれあのイラン単独トップですからね、不名誉な単独トップなので、新野選手のイエローってなんか最近見てる感じ、遅延行為とかそのなんかそういうね普通のファールじゃないイエローがね、ベンチでもイエロー出てますからね、そういう類のイエローが多いので、ちょっとここはもっと
対ないですね。アラン選手いないとね、ボランチ大事なポジションがいなくなっちゃうから、ちょっとこれは気をつけてほしいですね。またすぐに次節出場停止みたいなのがあるかもしれないですからね。東京スパイスカリー赤と黒さん、定期浅野様、モサドリにいる間はうちのカレー一生無料です。いいな、めちゃくちゃいいな。これ浅野様って、これ浅野優也だけじゃなくて全国の名字浅野様っていう理解でいいかな。というわけで全国の浅野さん、この東京スパイスカリー赤と黒にぜひ行ってみてください。これどこにあるお店なんですかね。北海道かな、東京って書いてあるから東京かな。リレシパさんのお店ですよね多分ね。5月20日現在、シャークメーター、猫メーター、グリズリーメーター、これね得点数ですね。シャークメーターって、まあ浅野選手がねシャーク浅野って今呼ばれてて、で金子選手が金子拓郎から猫拓猫って言われてまして、でグリズリー剛ですね。てかこの3人でこんだけ点取ってんだなってえぐないですか。しかも全員動物に例えれるっていうね、そこも謎の共通点がありますけどね。どんどんこのメーターをね増やしていってほしいです。皆さんもねよければこの絵文字使ってみてほしいですね。ジェック・トルカスが相性良さそうで今後の楽しみが増えた。そうこれなんですよね。浅野選手のゴールも、まあ、金子選手から浅野選手に挙げたゴールだったんですけど、結局あれもねルーカスが白井からボール奪ったところから始まって、でそこからスパチョークへパス出して、でまたスパチョークから金子へパス出してっていう起点はそこだったので、やっぱりねルーカス今後半途中から投入してましたけど、ぜひね前半から見たいところですね。ルーカスって動きが僕かなり好きなんですけど、全てね器用なプレーをしてくれて、パスも仕掛けることもしっかりできる、スパチョークもね自分でシュートもできるけどアシストも生み出す天才だと思ってるので、この2人の相性がいいっていうのはコンサドーレにとって最強ですね。まあ、後半最後でギアを入れるっていう意味では後半途中投入っていうのもありだとは思うんですけど、もっとね長い時間見たいっていうのが本音ですね。ミシャ監督も最近はスパチョーク選手出してきてるので、まあルーカスは絶対出すとしてね、これは今後注目しかないですね。一方で青木選手が戻ってきたら次どういうフォーメーションになるかっていうのは不思議ですね。今駒井選手がシャドウを務めてると思うんですけど、駒井浅野でやってんのか、で途中スパチョークが入るか青木がスタメンで入るか途中で入るかみたいな部分がちょっとねどう動いてくるのかが注目どころですね。どっちにしろね選手層はかなり厚いので、そこは本当にねコンサドーレ強くなったなと思いますね。そうそう、スパチョークのね取り消されてしまったけど、あのね伝説のゴール、幻のゴールがありましたけどね、あれ素晴らしいゴールだったけどな。出世番号だからと背番号18を選んだらしいけど、本当に出世どころか今後札幌の S ナンバーは18になるぐらいの勢いがある。フィットすると踏んでいたミシャの目も素晴らしい。浅野選手コンサドーレに来てくれてありがとう。ありがとうございます。そうなんだ、18番は出世番号だからつけたんですね。まあ、過去の選手でいうと去年だったらガブリエル・シャビエル選手で、その前だったらジャノティップ選手、そして今年浅野選手ってことで18つけた人はねみんな活躍してますね。まあ、今後ねかなり先の話ではありますけど、まあ、浅野選手が移籍とかして番号が18空いた時に誰がつけるかっていうことですね。まあ、それぐらいね歴史のあるというか伝説の番号にしてくれた、そういう意味でもね浅野選手、まあ、シャビエルもねジャノティップも偉大な選手ですね。いてくれてよかったなと思います。PK 決めてくれたのは嬉しいけど、金子得点稼いでいる感じ移籍しそうよね。そうなんですよね、これちょっと心配ポイントですね。京都サンガ戦の PK はね小頭選手が倒されて金子選手が蹴ったんですけど、そこのやり取りで金子選手が小頭選手に俺蹴っていいみたいなことを聞いてるんですね。小頭選手も金子選手にそれを譲ったという形なんですけど、まあね正直もう金子選手全然コンサドーレより上のチームでできる実力は持ってるってことはね、まあ、皆さんも分かってるとは思うんですけど、今年が最後っていうことにはねしたくないですね。失いたくないですね本当に。まあ、海外移籍とかそういうスキルアップでの移籍だったら非常に応援できるんですが、これでねヴィッセル神戸とかに行かれたら困りますね。オファーがあったらしいんですけどね、ヴィッセル浦和からはね。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。流行語大賞ノミネートが増えました。カモンメーンに続く、道あるところにずっと道はある。増えましたね。カモンメーンはね鈴木優真選手が小柏選手に対して言ったセリフみたいな感じで言ってたんですけど、道あるところにずっと道はあるもんね。またなんかゲーフラとかが、ね、作られそうな予感はしますね。白井はさらに成長して完全に京都の中心、なんで交代したんだろう。そして決勝点は白井にポジション争いで勝ち続けたルーカスが白井からボール奪ったところからってのが感慨深い。そうなんですね、さっきもちょっと話しました。
ましたけどね、まあ、白井選手もねすごいいい動きしてましたね、毎度のことですけど、もう本当にね京都のサイド攻撃の起点になってますね、まあ、そしてね白井選手がコンサドーレにいた時は白井 VS ルーカスっていうポジション争いだったので、まあ、その時はね結構白井の方が試合でしたイメージは強かったんですけど、そこのねマッチアップが見れたっていうのもコンサドーレサポーター的には熱いですよね。さらにね京都戦ではルーカスがそれに勝利して、そこから逆転ゴールの起点を作ったってことで、本当にそれは胸熱な展開でしたね。なんだかんだで3連勝、次勝てたら本物だ、次の代表に田中、金子、浅野、小柏が呼ばれて出てった高峰を悔しがらせることになる予定なので皆さんよろしく。そうですね、以前私もねこの動画で言いましたけど、この4名っていうのは本当に注目の選手ですね。今皆さん見てるこの動画出すのが5月21日日曜日だと思うんですけど、来月のねキリンチャレンジカップの日本代表メンバーの発表っていうのが5月の25日木曜日の午後2時ぐらいだったからかな。ですのでねそこは注目して見ていきたいですね。さすがにもうこの活躍を見てコンサドーレから選手一人も選ばないってことはねないと思います。てかねそれをするとね日本サッカーのために良くない、選ばないとね絶対、まあ、ベストはねこのメンバー全員選ばれることですけど、まあ一人でもね選ばれたら非常に嬉しいですし、めちゃくちゃ応援しますね。まあいつものねコンサドーレのユニフォームじゃなくて日本代表のユニフォームを着てるってだけでなんか非常に嬉しいですね。スゲの不敗神話を継続中、そうか地味にスゲさんが出てた試合って負けてない気がするな、引き分け以上な気がする。やっぱスゲさんプレー安定してますよね、特にビルドアップのところとか勝ってる時の時間の使い方とか、まあもちろんセービングはねもちろんのことね、完全にやっぱスゲさんソンユンの二択だったら今はスゲさんがね今後も使われ続けるんじゃないのか今シーズンはって感じはしますね。まあ一方でねソンユン選手もせっかくね今年戻ってきたけどなかなかね悔しい勝利がない感じなので、まあもちろんソンユン選手のせいではないですし、ちょっとタイミングと運がそこは悪いなって気はしますけど、まあ不敗神話がねある限りは杉野選手も今後も頑張ってほしいですね。浅野兄は J リーグでは8得点が最多なんだ、通過も並んだじゃん、フル代表あるぞ。おお、そうなんや、浅野拓磨は8ゴールなんだ。8ゴールってことはあのフルシーズンで8ゴールだからね、今3分の1ぐらいしかシーズン終わってないのにそれで浅野雄也は8だから、単純計算でいくと20は絶対超えるやん。これはね兄以上に注目されるべきですね。すごいな本当に、なんか人生を変えた男ですよね最近の記事で校長の理由を聞かれ、何ですかね、何でもよく食べるからじゃないですかみたいに答えてた、あんまり深く考えずのびのびやってるね、昨日の試合後コメント聞いてそう思った。あーこれ浅野選手のことですね。やっぱいいですね、なんかそんな深く考えてないというか、ちょっと天然みたいなところはあるんかな。そういうキャラクターめっちゃいいと思います。あのキックオフ北海道とかねあるじゃないですか、それでもねやっぱ浅野選手のねあのテンションの高さ、いろんな人をね元気にする感じなので、まあ、今後もねそういうの楽しみにしてますね。京都戦終わった後に宮の沢で筋トレしてたの、駒井さんすごすぎるな、ということで、こちらが駒井選手のねあのインスタグラムなんですけど、そうらしいですね、試合後に筋トレ宮の沢戻ってしてたらしいです。試合後ってね普通にだって9時半に試合終わったから早くても10時ぐらいでしょう、札幌ドーム出んの。そっからまあ10時半とか11時ぐらいから宮の沢で筋トレし始めた、ちょっと体休めた方がいいんじゃねって気はしますけどね。駒井選手昨日はフル出場だったよね。やっぱね駒井選手のプレーも非常に安定してるし、まあ、ボランチもシャドウもできる貴重な人材なので、まあ、体ね大事にしてほしいですけどね、あのムキムキの体でね今後も札幌支えてほしいですね。ということで一番最後に順位確認をしていきたいんですけど、その前にですねあのコンサロボさんがミシャ監督への取材をしてまして、そこで非常に興味深いお話があったのでちょっとそれを紹介していきたいと思います。以下はミシャ監督のコメントです。ちょっとねバーって一回読みますね。簡単に短い解説をするのは難しいが、言えることは浅野選手はゴール決めてるし、金子選手も決めているし、最近は菅選手もゴールを決めている。我々の選手たちは個人の技術だけで、個人の突破だけでプレーしているわけではない。浅野選手は非常にいい選手だが、広島ではなかなかチャンスをもらえなかった。浅野選手はおそらく自分自身でこう言っているはずだ。札幌の戦い方は一人一人の選手が与えられた役割をしっかりと行って、それがチームとして機能することで、それぞれ選手が活躍できると。浅野選手は今のポジションでチームで与えられた役割を行っている。サッカーはただ走ればいいという競技ではない。すいません、
メガネかけさせてくださいね。千葉の監督の話になるが、オシムさんが監督になった時、千葉は非常に洗練された攻撃的サッカーをしていた。その後起こったのは、千葉で活躍した選手を各チームが獲得するために動いたということだ。山岸選手は川崎に移籍した。その後川崎ではなかなか出場することはできず、佐藤優斗選手も京都に行ったが、千葉時代のような活躍はなかなかできなかった。水本選手もガンバに移籍して、その後京都に移籍したが、なかなか活躍できず私の元に来た。牧選手もロシアに行って日本に戻ってきたが、その後活躍はできなかった。何が言いたいかといえば、その当時の千葉もしっかりとチームとして機能していたからこそ、そういった選手が活躍できたということ。札幌でも似たようなことは起こっている。ジャナも川崎に移籍したが同じような状況、高峰も柏に移籍したが札幌にいた時ほど活躍はできていない、武蔵選手もガンバ大阪でプレーしているがレギュラーは晴れていない。チームとして戦うことで選手が活躍できるか、私は選手にそれを求めるし、チームとしての役割を求めている。他のチームに行けばもっとこの部分で自分ができるということを見せていかなければならないと思うが、なかなかそういったことは簡単ではない。もちろん今浅野選手はいい活躍をしている中で注目が集まっていると思うが、夏の移籍に関する話題が多くなった時に彼にどんなことが起こるかは想像しがたくはない。もちろん選手もプロなので選手時代に稼げるかは大事な部分ではある。ただその中でサラリーかっこ金を手にした時に札幌がそこに対抗できないのは脅威だ。ただここにあるサッカーの楽しさや活躍はなかなか他にあるものではないのだろうか、ということは私は言っておきたい。そういった選手たちが札幌でプレーしてくれることができていたら、我々はもっと上で戦えたかもしれない。厳しい戦いは続く、ということでね。これ結構なんか相当奥まで踏み込んだ三者監督のお話だなと思いました。まあ分かる人は分かると思いますが、まあめちゃくちゃ一言でまとめると、札幌で活躍できているのはそれは自分が札幌のサッカーにフィットしているからであって、他でそれを 100% 通じさせるっていうのは非常に難しい、また別の話だっていうことだと思います。しっかりとね、実名も出してますね、まあ、チャナ高峰武蔵選手の。そしてね、なんか選手の移籍の本質みたいなところでもあるお金の話も出してますね。まあ、確かにコンサドーレは金ないクラブみたいなね感じになってますけれども、まあ、お金での交渉されるとかなり不利になりますね。でも移籍してそこで活躍できない理由っていうのは、自分の技術とチームのフィットが合うか合わないかっていう感じなので、まあ浅野選手もねそうだったんですかね。まあ、三者監督はこれを選手に伝えてるかどうかですね。選手もねプロなんで、さすがにお金だけで、まあ、キャリアを決めてるって人はあんまりいないと思うので、ちょっとね難しいところではありますけどね。まあ三者監督はこれを通して誰に何を伝えたかったかっていうのは受け取り側の想像次第ということになりますね。でも本当ね、ここまで踏み込んだ話をしてるのは相当珍しいなと思います。かなりレアだなと思いますね。はい、ということで J1 リーグの順位を確認していきます。はい、こちらです。一応5月20日土曜日の夜時点なので、第14節までが終了した時点での最新の順位となります。北海道コンサドーレ札幌は7位ですね。金曜日時点では5位だったんですけど、まあ、他のチームの兼ね合いもあって今7位です。で、浦和レッズが8位なんですけど、浦和レッズはちょっと2試合ね足りてないんですよね、試合数が。まあ、ですので浦和に仮に抜かされたとしても、まあ、8位、まあ、ということでコンサドーレの14節終了時点の順位は7位もしくは8位ということになります。まあ、とりあえずね1桁順位は死守ですね。でもね、これコンサドーレの周りを見てみると、勝ち点23のチームっていうのがセレスト大阪、サンフレッチェ広島、鹿島アントラーズなので、実質ね4位の鹿島アントラーズから9位のアビスパ福岡までは勝ち点3差しかない。4位の鹿島から7位の札幌までの勝ち点差は1しかない。この1位2位3位ヴィッセル、マリノス、名古屋っていうのはちょっともう一個頭抜けてるんですけど、それの次に続いてる感じの上位争いはできてるかなと思います。まあ、第14節でねここに入れてるっていうのは非常に大きいですね。他のチームを見ていきますと、ちょっとねガンバ大阪、さっきね私もリアルタイムで試合見てましたけど、マリノスに負けてしまいました、最下位。しかもね湘南も4連敗してるんですけど、17位湘南と最下位ガンバ大阪の勝ち点がね4あるっていうね。勝ち点4差って勝ち点3プラス勝ち点1だから、まあ2試合3試合分ぐらい違ってくるから、結構
構きついですね、まあ、個人的に関西在住でガンバのスタジアムもここまで家から遠くないというか見に行きやすいところなので、まあ、ぜひねちょっとガンバ J1 に個人的には残留してほしいですね。落ちてほしいチームどこかって言われたら別にないんですけど、個人的には関西チームは残ってほしいです。横浜 FC はね、なんか川崎フロンターレに勝ってましたね、2対1で。まあ、ヨモさんがいるのでね、嬉しいですね。気づいたら順位も圧倒的に最下位だったのが、今2つ順位を上げて16位になってますね。柏レイソルと並んでんじゃんか、横浜 FC。得失点差があるから順位的には横浜 FC の方が下だけど、勝ち点は一緒ですね、柏レイソルと。はい、もう一個ね、非常に興味深いツイートがあったので、こちら見ていきます。直近5試合のみでの順位表ということなんですけど、なんとね、札幌2位です。直近5試合ね、4勝0分け1敗なので勝ち点12なんですね。素晴らしい、神戸にも上回ってますからね。まあ直近5試合って大事ですよね、見るのね。今なんかリアルタイムの強さを反映してる順位なので、まあシーズン終わりにはねこれぐらい行ってほしいですね。 ACL 圏内に入っていきたいです。ということで、次節はホームで名古屋グランパス戦ですね。いや宿敵というか強敵です。今年からねユンカー選手も名古屋に入って、今日の14節の試合もねユンカー選手の2得点で名古屋広島に勝ってますからね、現地応援行かれる方応援よろしくお願いいたします。5月27日の名古屋戦はね、私も同時視聴ライブ配信をこのチャンネルでやりますので、ぜひねそのチャンネル登録して1時からですよね試合ね、確か、現地行けない人はねぜひ一緒に応援しましょう。というわけでこのチャンネルでは北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。